オーディオンはトヨタ自動車が2006年よりオーストラリア及びアジアの一部地域で製造していたセダン型乗用車である。2006年にオーストラリア向けアバロンの後継者として発表されたモデルでカムリをベースとしている。オーストラリア及び中東においてはカムリの上位車種としてカムリと併売されており、香港、マカオシンガポール以外の東南アジア及び中国においては カムリの名前で販売されている。2012年にはカムリのフルモデルチェンジを受けてオーリオンもフルモデルチェンジしている。前期型スポルティーボト r 6 2 0 0 6年に開催されたメルボルンモーターショーにて発表された。XV40 型カムリをベースとしており、オーリオンとして販売されるオーストラリア地域及び中東においては、 アバロンの後継者として発売されたため V6 エンジンのみを搭載した。アジアの一部地域ではカムリとして販売されるが、それらの市場では時期読みエンジン搭載モデルもラインアップされた。2009年にはマイナーチェンジが行われエクステリアデザインが変更されている。後期型プレサラ2012年4月に XV50 型カムリをベースとしたオーリオンが オーストラリアにおいて発売された。デザインは北米仕様と共通のマスクを採用するカムリに対し、先に2011年8月23日にトヨタ自動車ウクライナ法人によって発表されていたグローバル向けカムリのデザインをベースとしている。グレード構成は AT、X、プロディジー、プレサラ、そして独自外装のスポーツモデルである。 スポルティーボ SX6 及びスポルティーボ ZR6 となっており、先代をほぼ踏襲している。パワートレインについても、先代と変わらず3.5リットル V6 エンジンに6速 AT が組み合わせられている。2017年8月、生産を終了。以降は在庫販売のみとなる。後継者はなく、日本の包み工場もしくは、 アメリカの TMM 系からの輸入に切り替わる XV70 が高無理に吸収統合される。ありがとうございます。